good morning! 今日の朝食は何だい？鉛玉は戦場でたっぷり食うつもりだから、それ以外で頼むよ。お？騒がしいな。朝から何のパーティーだ？あら、スタンレーさん。おはようございます。ちょっとした息抜きです。皆さんで腕相撲勝負をしているようですよ。おいおい、腕っぷしなら俺だって自信あるぜ。どうしてお呼びがかからなかったんだ？ヘイブラザー、盛り上がってるな。パーティーの主催者はどこだい？やあスタンレー、おはよう。負けた。お前これで腕相撲何人抜きだよ。数えるのは途中でやめた。何しろ今まで負けたことがないからな。やあジェニー、パーティーの主催者はお前だったのか。スタンレー、次の挑戦者はあんたか。ああ、せっかくだからやらせてもらおう。手加減はいらない、本気で勝負してくれ。本気でか。カレン、骨折者を一人出すと思うが、医務室のベッドは空いているか。今は床しか空いていません。安心していい。俺は女の腕を折ったりしないさ。大した自信だな。気に入った。殺すのは最後にしてやる。戦場で俺のケツでも狙うつもりかい？だが銃撃戦なら絶対に負けない自信があるぜ。たとえ弾が尽きても俺にはマシンガントークがあるからな。スタンレー、今のジョーク最高だな。俺のセンスがわかるお前も最高さ、ジェニー。楽しそうだね。通じるもんがあるんだろう、あの二人には。今日も粋なジョークでみんなを笑顔にしたぜ。いいことをした後は気持ちがいいな。おっと、向こうの方にまだクールなテンションのやつがいたか。ヘイカレン、そこで退屈そうにしてる仮面の彼女だけど。フェリエさんのことですか？そう、フェリエだ。何やら元気がないようだね。ここは俺の出番だな。やあフェリエ、ちょっといいかい？こんな面白い話があるんだ。ん？俺の親友ジョンから聞いた話さ。彼はワイフとクマの見分け方を教えてくれたよ。無言で襲ってくるのがクマで、愚痴を吐きながら襲ってくるのがワイフさ。どうだい、傑作だろう。おや、フェリエどこに行くんだ？ペットに餌をやる時間かな。
銃の整備をしなきゃいけないから。隊長さん、彼女はいつもあんな感じで朝食と間違えて砂を食ったような顔をしてるのか？それはよくわからないけど、彼女は普段一人でいることが多いかな。あの仮面のせいなのか、周りもちょっと近づきがたいみたいでね。フェリエはなぜ仮面を？父親の言いつけらしい。でも詳しいことはわからないな。ほう、彼女に興味が出てきたぞ。俺のジョークに笑わなかった理由も気になる。いや、それは単純にお前のジョークがつまんねえから。隊長さん、明日は演習があるはずだな。俺とフェリエを組ませてほしい。彼女と交流を深めたい。そういうことなら私も協力しよう。兵士同士の交流が深まれば戦闘時の連携力が増すだろう。それは確かにそうだね。けどよ、お前ら二人で本当に大丈夫か？とにかく私を信じろ。わかった。フェリエのこと一旦君たちに任せる。オーケー。フレンドリーな関係になるためにはやはりまずあの仮面を外すことからだな。策はあるのか、スタンレ？そんなものはないが、まあなんとかなるさ。これより演習内容について説明する。練習を開始する。気を抜くなよ。さて、それじゃあ行こうか。パーティーの時間だ。フェリエも一緒に楽しもうぜ。それにしてもフェリエ、お前は戦場でも仮面を外さないんだな。昔スナイパーに眉間を撃ち抜かれた嫌な思い出でもあるのかい？あってたまるか。フェリエが死ぬだろ。
だったらなぜそんな仮面を？人の行動にはそうするだけの理由があるはずだぜ。俺のジョークだってそうさ。殺伐とした世界にこそ笑いが必要だ。俺はそういう信念を持っている。いつか最後が来た時、思い出す記憶が楽しい記憶だったら最高だろう。だから明日の保証がない仲間を笑わせるために俺はジョークを飛ばし続けるのさ。そうだったの。お前が仮面をかぶり続けるのも何か信念があるからだと俺は思ってる。こっそり聞かせちゃくれないかい？信念なんて私のはそんな立派なものじゃないわ。この仮面は外せない。これは私の運命だから。はっはっは。なるほど。さっぱりわからないな。敵の時間だ。ひるむな、進め。足を止めるな、駆け抜けろ。サプライズだ。援護するわ。ゆっくりお休み。やはり仮面は外してくれないのか？そのままでは戦いにくくないか？慣れてるから平気。ジェニーさん、何か落ちたようですけど。それは旦那との写真じゃないか。ジェニー、大切なものだろう。ああ拾ってくれてありがとう、フェリー。旦那さんがいたのね。フェリーは知らなかったか。ま、舞台ではあまり旦那の話はしないからな。どうして？どうしてってのろけ話なんて恥ずかしいじゃないか。人間狂気のお前にも女性らしい一面があるんだな。スタンレー、お前は最後に殺すと約束したな。あれは嘘だ。今のジョークはちょっと悪趣味だったかな。ソーリー、ソー、おいたたたたたた。
ま、フェリエとは女同士だし、どうしてもというなら旦那との話をしてもいい。その代わり、あんたの話も聞きたいね。仮面をかぶっている理由とか。また今度。君は攻撃に集中してくれ。こちら E 小隊、直ちに負傷者の治療を。練習はこれで終わりのようだね。フェリエ、一息つくついでにさっきの話の続きなんてどうだい？ごめんなさい、疲れちゃったから宿舎に戻らせてもらうわ。朗報だ。司令部より勲章が授与されたぞ。
みんな聞いてくれ。 E 小隊に加わる新しい仲間を紹介する。ヒャッハー、サイモンビール様登場。さっさと暴れさせろや。なあスタンレー、ジェニー、君たちに任せたフェリエのことなんだが、ついさっき彼女から相談を受けたよ。妙な二人につきまとわれている。自分が何か悪いことをしただろうかって。なんだって？そいつはひどい話だな。一体誰だい、その妙な二人ってのは。お前らのことだよ。とにかく謝って事情を説明してこい。そういうことだったの。勘違いしてごめんなさい。二人とも私のために行動していたのね。困らせてしまったようだな。私たちの方こそすまなかった。でもフェリエ、仮面をかぶる理由だけでも教えてくれないか。じゃないと俺は気になって気になって夜も眠れず昼寝をしちまうぜ。うん、私の父は大貴族でね、彼と愛人との間に生まれたのが私だった。私の顔は愛人の女性、つまり私の母にそっくりなんですって。そんな私が人前に出たら本妻の子じゃないとバレてしまう。不名誉で仮名に傷がつくことを恐れた父は私に鉄仮面をつけて生きることを命じたの。そういう理由だったのか。身勝手な父親だ。いいのよ、これは私の運命だから。生まれてきちゃダメな子だったのに育ててもらえた。それだけでも感謝しないと。なんて羨ましい。まるでジョークのように面白い人生だ。俺もそういう星のもとに生まれてみたかったよ。うらやましい？スタンレーさんって変な人ね。さらに褒め上手ときたか。羨ましいを通り越して嫉妬しません。私は何も隠さずに自由に生きていけるあなたやジェニーさんが羨ましい。この仮面がなければ私ももう少し自由に生きられたのかな。なんだフェリエ、仮面のことは受け入れてるのかと思ったが、やっぱり外したいのか。それなら私が外してやろう。ジェニーさん、仮面を外すのは無理よ。これ、鍵がかかってるから、自分では外せないの。鍵か。そんなものはな。
この手に限る。アンビリーバボー、仮面が外れちまったぜ。嘘。これがフェリエの素顔。かわいい。なんだフェリエのやつ、顔を真っ赤にして行っちまった。なあジェニー、俺は初めて知ったよ。本物の天使ってのは羽が生えてなかったんだな。もうジェニーさん、いきなり仮面を壊すなんてどういうつもり？幸い砕けたのは鍵だけだったから、もう一度被ることはできたけど。せっかく仮面が外れたんだぜ。これからは素顔で生きればいいじゃないか。だって私はずっとこの姿で生活していたから、急に仮面を取って生きろと言われても恥ずかしいし、心の準備がまだだから、もうしばらくこのままでいさせて。やれやれ、複雑な乙女心ってやつか。まあフェリエがそう言うなら仕方ない。それにひとまず俺たちの目的は達成できたし、よしとするか。目的ってフェリエとフレンドリーな関係になるってやつ？だが結局フェリエはまた仮面をかぶっちまったじゃないか。だが心の仮面は外すことができたぜ。あんな感情的なフェリエを俺は初めて見た。本当の自分をさらけ出してくれたってことは、俺たちの距離が少し縮まった証拠だろうさ。距離の縮め方はだいぶ強引だった気もするけど。おっとフェリエ、笑うにはまだ早いぜ。今からハイセンスなジョークを言うからな、それを聞いて思う存分笑ってくれ。おお、始まったな。楽しみだわ。聞かせてちょうだい、スタンレーさん。ああ、いいかい？こんな面白い話があるんだ。みんな聞いてくれ。 E 小隊に加わる新しい仲間を紹介する。はじめまして、メーベル・ドレイクです。無駄話は嫌いなのでもうよろしいですか？よし、新たに。残念だ。
撃します。よし、今は誰も…よし、私ではこれ以上バカを抑えていられない。俺が何人仕留めたと。なら聞くが、私が何度お前の命を救ったと思っている。調子に乗っていると次に仕留められるのは自分になる。カイ！クソ野郎が！ラズ、カイ、どうした？何が起こってる？応答を！カイ、ラズ！おい、しっかりしろよ、カイ！バカ、なぜこっちに来た？なぜって、助けに来てやったんだろうがよ。囲まれたぞ、お前まで。何、二人なら切り抜けられる。あの塹壕まで走れば。ラズ、お前一人で行け。何言ってんだよ。ほら、さっさと起き上がれ。ダメだ、足をやられた。私は走れない。何言ってんだ、こんなのかすり傷だろうがよ。ああ、走れないだけで援護はできる。敵が集まる前にお前一人で行け。俺のことお前を置いて逃げるようなクソだと思ってんのか。早く、援護もできなくなるぞ。のバカが。第一、なんで追ってきやがった。俺一人で十分だったのに。不死身のラズ様か。それが思い上がりなんだ。いつも誰かに助けられてるくせに。応答しろ、カイ、ラズ。カイが撃たれた。囲まれてる、救援を。カイ、しっかりしろ。現在地を。ラズさんたちとの通信回線遮断されました。クソ。レディ、二人の位置そこからわからないか。今スコープで探してみる。見えた。そこから3時の方角よ。今座標を送る。どうした、レイリー、応答。
なたの後方に。新手の敵戦車部隊が。早い。新型の戦車部隊、機動力もパワーも桁が違いますよ。分かってる。違う、今までの戦車部隊とは明らかに連動の差なのか。先輩、ラズさんとの回線回復しました。ラズ、無事か。クロード、早く頼む、急いでくれ。リナが死んじまう。クロード。ああ、なんとかするさ。ダッシュで頼むぜ。状況を確認するわね。準備はできています。始めようぜ。準備はできてるわ。準備はできています。さっさと終わらせましょう。Thank you.
何としても二人を助けるのよ。行きましょう、クロード。ラズ、カイ、必ず助け出してみせる。いい正体、出撃だ。マイルズ、あの敵戦車部隊を引きつける。気を抜くな、死ぬぞ。は、はい。他のみんなはラズとカイの救出を優先してくれ。おっと、嬉しいね。敵さんもやる気だ。たっぷり楽しみたい気分なんでね。簡単に壊れてくれるなよ、べっぴんさん。クロード、ちょっといい？これを使ってみたいの。レイリー・ミラー技術士官特製鉄鋼榴弾、戦車を足止めできる新しい榴弾よ。そういえば前に榴弾を改造するって。そうか、完成していたんだね。間に合わせるって言ったでしょ。ギリギリにはなっちゃったけど。とにかく威力を試してみましょう。指示。みんな聞いてくれ。僕たちは命を懸けて戦っている。僕たちが大切にしているものを守るために。それはそれぞれ違っているかもしれない。でもきっと思いの強さは同じはずだ。忘れないでほしい。その思いの強さは必ず力に変わるということを。楽しませてくれよ。
稼がせてもらうわ。見つけた。ひるな、突破せよ。Thank you.
を確認。悪くない戦果だ。これでも食らえ。見つけました。何が起こったのです。こちら E 小隊、直ちに負傷者の治療を。了解です。大事だぜ。さすがですね。こんなところか。まずい、拠点を取られたぞ。
出せろ。楽しませてくれよ。損傷が大きいぞ。楽しませてくれよ。損傷が大きいぞ。ありがとう。怖いものなんかないさ。これが正義の力だ。どうだ。日々の鍛錬は大事だぜ。敵の反撃に注意せよ。そこ。
敵の動きはどうなっている？連邦に押されてるぞ。了解です。敵の攻撃が来ます。あれが噂の戦車部隊か。部隊から離れるな。反撃と行きましょう。オーダー、こちら E 小隊、直ちに負傷者の治療を。楽しませてくれよ。まずいぞ。そこ。
さて。まずいぞ。楽しませてくれよ。さあ来ると思った。この程度なら。怪我はしないで。敵の反撃に注意せよ。ありがとうございます。こちら E 小隊、直ちに負傷者の治療を。じゃあ色男が肩なしだ。撤退するぞ。勝手に撤退して大丈夫ですかね。上の連中を無視するとまた厄介なことに。知ったこっちゃねえ。時間は十分稼いだんで文句を言われる筋合いはねえよ。は？おいおい、気づいてなかったのかよ。とにかくここは引き上げだ。集合場所に行くぞ。もう一つのね。じゃあな、べっぴんさん、久しぶりに本気で楽しめたよ。あんたひょっとして俺のファムファタールかい？だったらまた会えるかもな。
その時は砲弾の雨の中、熱いキスを交わそうぜ。無事か、ラズ、カイ。フロード、あ、俺は無事だけど、カイが。大丈夫、急所は外れています。弾も貫通している。よかった。いい正体、応答せよ。いい正体。こちらいい正体、クロード・オレス。了解した、オーバー。大隊がこれから総攻撃を仕掛ける。僕たちもそれに合流だ。だがその前に負傷者を後方へ運ぼう。急ぐぞマイルス。そんな、クラッチが故障した。これじゃ戦闘はとても。この場に留まっていては危険だ。とりあえず交代してくれ。僕たちはよく戦った。みんな満身創痍だ。下がって補給を受けたところで誰も文句は言わないさ。先ほどの作戦では見事な活躍だったな。司令部からの報奨を受け取るがいい。